泉鳥取駅は大阪府阪南市泉鳥取にある西日本旅客鉄道阪和線の駅である。駅番号は JR-R49。相対式ホーム2面2線を持つ森土状の地上駅で分岐器や絶対信号機がない停留所に分類される。有効長は6両編成分。駅ホーム全体がカーブ上にあるため、電車到着前には足元注意を促す車掌の放送が行われる。駅舎は両側にあり、改札内での行き来はできない。東口は下り線専用であり、上りホームへ行くことはできない。また、駅舎自体もホームより下層にあるため、どちらかのホームへ行く際には、エレベーターか階段を利用しなければならない。泉砂川駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅。西口は有人であるが、東口は無人である。IC カード、ICOCAを利用することができる。大阪府統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。開業時は、泉南郡東鳥取町小字山中で、鳥取は泉国杵郡の合名、さらには南海本線の鳥取の荘駅と同じく荘園名に由来する地域名である。山中は、阪南市の前身となる阪南町が発足した際に、北部を泉鳥取、南部を山中系と、どちらも阪和線の駅名にちなんだ大あざに改称された。写真では、駅前は自転車置き場だが、現在はロータリーと駐車場が設置されている。駅内にあったトイレは改札外に新しく設置されて、中のトイレは撤去された。そして駅前には小さな店と室内の駐輪場がある。最寄り停留所は、府道64号線にある泉鳥取駅西、泉鳥取となる。以下の路線が乗り入れ、南海ウィングバス南部により運行されている。2010年6月に駅前広場が完成し、コミュニティバスの乗り入れが開始された。ありがとうございます。